経営していた闘魂ショップ水道橋店。隣のビルに OB 会事務所が入居していた。力道山 OB 会プロレスは、かつてプロレスを引退した、プロレスラー OBOG と力道山関係者を、中心に結成された組織 OB 会、ファンクラブ組織である。発端は1995年12月11日に、行われた、力道山33回帰法要での談笑で、 提案されたその席で、ジャイアントババ、アントニオ猪木も同席したことも追い風になり、メンバーには、元日本プロレス関係者、選手、関連会社社員が穴を連ねた。その記念として、1996年6月30日、横浜アリーナにて、結成記念大会、メモリアル力道山が開催され、当時のプロレス団体16団体が参加。 翌3月11日にも、同所で第2回大会も行われた。その他、同時にファンクラブ活動として、開放出版、クラブカードを発行し、加盟団体工業のファンクラブチケットダイヤル先行予約サービスを展開した。その後、力道山 OB 会と名称変更し、工業会社としての色が強くなり、力道山文化生昭和世代の選手を中心とした、 工業の主サイト全日本女子プロレスの判券管理、トーコンショップの経営が主となっている。ほか、ありがとうございます。